さあやってまいりました日本のパスポートでうっかりミスの落とし穴あーオーバーステイの問題そのペナルティについてえ今日はレポートを入れていきますけれどもまず結論からまいりましょうえ万が一ですね渡航先の国の滞在期間を超えて時間を過ごしてしまった場合まあすなわち オーバーステイが発覚すると一体どうなるんだということなんですが、その国の入国管理局のブラックリスト入りをすると、そして再入国ができない。まあこれは高い確率でこういった状況陥りますよね。さらには罰金ですとか、国によってはね、さらに恐ろ,い恐ろしい罰則規定も ありやなしやということでね。まあ、これは非常に避けたいということなんですけども、えー、皆さんですね。まあ、今年はよく頑張ったと。年末年始休暇は少し多めに渡航先の国でね、過、えー、ごそうじゃないかと。まあ、そうは言ってもね、えー、航空券が高いですから、経由便を使って少しでも節約をしてですね、えー、せっかくだからトランジット先の国で、えー、少しね、滞在なんかして、まあ、ちょっと観光したりしてですね、まあ、そんな旅行計画を組んでいる中で、 ビザ免除期間ギリギリの滞在はリスクありということですし、トランジットビザはですね、まあ、特に時間が限定的なケースがありますから、これはね、ほんと要注意なんですよね。まあ、国によって細かいルールが異なるということで、もう先にあのポイントだけお伝えしますとですね、例えばこういうところが間違いやすいのかな、90日間のビザ免除期間、厳密に言うと3ヶ月ではないんですね。 3ヶ月って言うとね、あの厳密度91日とか92日とかに、うん、なりますから、まあこれ異なりますよね。あとはね、アメリカに入国をする、米国に入国後にカナダですとかメキシコに短期旅行をしたとしても、このビザ免除期間90日間のリセットは、 なされないということなんですね。ヨーロッパ圏 EU 圏宣言協定内の国に出入りをするという場合もですね、ちょっとここもトリッキーなルール、日数のですね、ルールが課せられるということなんです。あらゆる入国日より180日の期間、期間内で最大90日というですね、はい、えー、こちらのルールに準拠する人があると。そして、航空券の、えー、高止まり、 えこれに対してですね、経由便で少しでも、あの、リーズナブルに渡航しようじゃないか。中国を経由するといった時のトランジットビだがね、これがまた、あの、非常に、なんていうの、あの、限定的というかですね、24時間。これ厳しいですね。ま、144時間と、ま、いろいろ幅がありますけれども、手続きの内容が異なりまして、このルールをね、うまく理解するのが少しややこしい。そしてここについては、今日最新動向ありますので、 え見ていきましょう。えー、日付をまたぐ深夜便を使う場合にもですね、これもオーバーステイ要注意の問題ですよね。あの、25時のフライトなんて言うとですね、その日付の、実は翌日になってたりしますから、これ問題がね、生じうると、えー、いうことでございます。今日の流れはこちら。日本入国できず立ち往生というですね、直近のニュースを確認しつつ、えー、北米ですとか欧州行きの方に向けた注意点のまとめ、そして、 中国で実際オーバーステイになってしまったというですね、トランジットビザを使った方の実体験談ね、これは恐ろしいんですけれども、やっていきます。あの、情報がね、とことん少ないんですよ。実際のところ中国で何かね、天候不順ですが、台風などありますから、これでオーバーステイになったらどうなってしまうのか、今日は実際の体験談であったりですとか、 旅行業に携わっていらっしゃったプロの方からですね、いくつかの視点でこちら、現場で何が起きているのかをレポートしていきたいなと思います。ぜひ最後までお付き合いください。 それではまず初めに直近ですね、えー、ちょっと起きているニュースについて見ていきましょう日本入国できず立ち往生ということなんですけどもこちらのお便りですねいただきました弘明さんあの先日のライブでもこの出来事をお伝えをさせてもらいましたけれども、まあ、非常に興味深いというか、まあ、確かにこういった事,、えー、事態っていうのは起こり得るよなと思いました。 今日のロシア国内のニュースで、クルーズのロシア人観光客が船が故障してしまってですね、横浜で立ち往生していると。一部は東京から飛行機に乗って次の目的地である上海に行きたいんだけれども、日本のビザがないもんだから、あの、全員船に缶詰状態で困ってると。 だから日本に一時入国ができるんであれば船から降りてですね成田空港、まあ、羽田でもいいんですけど行ってそこから上海にねピューンとこう飛んでしまうことできますけども、まあ、これができずに缶詰状態船の中ということですよね。 ビザが必要な国で乗り物が壊れてしまうと大変なことになるとまあ、不可抗力ですよね。えー、はいこちらはスプートニク。ロシアのメディアで報じられている記事11月7日付のものを確認しましょう。横浜港でロシア人観光客ら500人以上が立ち往生ということなんですけれども、ロシア大使館からですね発表された情報によると横浜港に停泊中のクルーズ船スペクトラムオブザ シーズこちらが故障をして乗船中のロシア国民538人結構いますね船内で身動きが取れない状態になっていると発表クルーズ船は当初9日には次の目的地上海に到着する予定だったがこの故障を受けて11日に変更となったただ一部の乗客は修理の完了を待たずに飛行機で上海を経由したロシア帰国を望んでいる しかし日本のトランジットビザはすでに失効しており出航もできなければ上陸もできず船内に閉じ込められているんだとういうですねまあこういった出来事ですよね。ロシア人の日本入りにまあ日本滞在に関してのニュースだったんですけども我々日本人にはですね無関係なのかというといやー同じような事象ありえるよなということでまさにトランジットビザ免除中の滞在,え滞在中にですね飛行機が遅延してしまったらこれをオーバーしますから。 この時にどんな対処がありえるのかですよね、現地の出入国管理局への相談であったり、ビザの延長手続き、これしなくちゃいけないです、航空会社のサポートを受けつつ、こういった手続きを進めるにあたってのお話。 実はね、本動画の最後の方で、これに陥った方からの体験談、やっていきますけれども、まあ、こういったですねあの、我々にも関連しそうなあの問題、これを彷彿とさせるということで、えー、このね、ロシアのニュースであったわけですが、ひろあきさんからこの背景について、さらにですね、追伸をいただいております。ロシア人観光客が横浜で立ち往生というのは、そのクルーズが上海出発で、日本の京都ですとか、東京を回って、また上海 上海に戻る短い日本周遊のスケジュールだだったんだそうです多くの人がスケジュール通りに船が上海に着くことが前提で当日か翌日の上海からのロシア行きの航空券を買っていたのでしょうこの予定のフライトに乗れないことからおそらく変更ができないタイプの航空券えまたは航空券の買い直しが発生してしまうということで余計なお金がかかるですとかね、まあ、そういった事情が一部の渡航者にはあったのかもしれません。えとにかく帰りの上海からの もともとのフライトに間に合うように日本に上陸をして羽田か成田から上海まで飛行機で飛びたいと希望されていた方が、まあね、あの一定数いらっしゃったんじゃないかという推察なわけですけれども確かにこれありえそうですよね。 私もロシアから日本を往復する場合は中国経由便を使う予定でえこれがまたロシアに戻る便の接続が悪くてですね14時間待ちだとかが普通にあるんですえ日本初中国経由の欧州便でもこういった事情があるんではないかということですねえ航空会社が無料でホテルを空港の近くに手配してくれるようですがトランジットビザ免除で入国をしてそのホテルを使うけどう接続便が故障だとか天候とかで遅れて許可された財 留期間過ぎたらどううなるんだろうかこれ中国を経由する便というのは我々日本人にとっては死活問題になりそうなそんなあ見方ですよね似た話ではありますがコロナの時に在留期間ぎりぎりまでロシアにいてで母国に帰ろうとしていたドイツ人がですね出発前のコロナ検査でまさかの陽性 2週間はロシアの自宅に隔離をして、それからまた空港に行きましたが、案の定出国審査で引っかかったんだそうですね。出国こそできましたが、不法滞在の扱いになってしまった。まあ、コロナ陽性による、なんていうの、隔離。これによるオーバーステイですよね。次のビザ発給で揉めていました。恐ろしい。 うんこういった出来事はね、まあ、実際ありえるということなんですえさてこのエリアをですね少し広げまして北米ですとか欧州ヨーロッパ行きにおいてもこれ注意点が必要なんだなというのがえこのビザ免除におけるその、まあ、ビザ期間におけるですね滞在日数の制限ですよね直近でこういった動画をアップロードしておりました エアライン勤務の方より空港あるあるの落とし穴ということで、午前0時過ぎ深夜便の罠、まさに1日ずれての、あのー、渡航で、この期限ギリギリの予定で、あの、トラブルになってしまう。で、こういったケースも確かにありますよね。あの、あとはですね、ストライキが発生し,してしまって、やっぱりギリギリの予定、あの、ビザ期間での予定組んでると、 数日ね、ストライキでこう帰るのを遅らせちゃうと、これオーバーステイになりますのこれ問題だよと。まあ、こんなことをですね、レポートさせてもらっておりました。で、国によって細かいルールが異なるという点も、先ほどの動画でですね、お伝えをした点なんですけれども、まさにね、この90日間と3ヶ月というのが厳密に日数が違うと。 1>, あのね、1ヶ月31日の月もありますから、まあ、こうなっていくると問題になり得るあとはアメリカに入国した後にですね、えー、まあ90日間の,そのビザ免除の、ね、滞在可能日数でありますけれどもカナダですとかメキシコ他の国に出国をしたはずなんだけどもこれリセットはされませんということで アメリカ特有のルールがあります、この点も、ね、要注意のポイント、そして EU 圏でも、ですね宣言協定内の国の出入りに関しては、ですねあらゆる入国日より180日期の期間内で最大90日までというですねあのルールがありますので、この点は要注意ですよね、例えばですけど、ドイツの大使館の例を見てみましょうか。 はい、こちらでございますえ。ビザなしで滞在できる90日を満了して帰国をして、いつから再入国が可能でしょうかとえ、こちらの質問なんですけれども、まさにですね、あらゆる入国日より180日の期限内で最大90日までが、宣言協定内、まあ、ドイツだとか含めてですね、滞在ができること、ヨーロッパということなんですけども、じゃあですね、 日本に帰ってきて、まあ、再入国をね、すると言ったときに、いつから有効なんだという問いかけに対してはですね、日本に帰国をした後、まあ、日本じゃなくても、あのね、他の宣言協定外に出てですね、リセットされるリセットの考え方としてはですね、その事前の渡航で90日マックス滞在してしまった場合は、あその、まあ、帰国をした後3ヶ月が経過すれば、まあ、確かに180日の中で、 まあ半分以上はあ他の、ねえー、エリアで過ごしたということになりますから、あのー、もう一度宣言協定の、まあ、ドイツだとかに、ね、入国することはできるよと、まあ、こんなことが、あのーねえー、Q&A でこれ案内されているわけなんですけども日数のカウントっていうのは まあ自分でね、やってくださいねと、あの、大使館領事館では、あの、日数のか計算、確認はいたしません。まあ、ご自身の中でもきちんとね、あの、計算してくださいという。まさに、国によってのルール、これ様々ありますけれども、まあ、これらに関連するお便り、いくつかご紹介をしていきます。えー、t コアスさんからのお便り。うっかりで怖いのが、ビザなしの入国の条件で、指定の隣国への出国は、出国として扱わない。 これがあります。これは米国行きの方特に注意ですよねえ。短期旅行者はほとんど関係ないので知らないのが普通でしょう。隣国へは出国条件を満たしません。つまり、米国入国後、お友達ですとか彼氏とカナダやメキシコなどに旅行に行ったとしても90日を過ぎると不法滞在になります。えこれは国連委任統治料も同様です。 えっと、北マリアナ諸島とかそういうところなのかなまあ、グア、グアムとかも、こうなのかなえー、出国検査がないので、えー、認識してないなんてこともあるんですね。うっかりするとオーバーステイ扱いとなる。 再度、米国入国で拒否されるなどがありますから、いや、これは気をつけたいですね。そうなると、その旅行先から、米国非経由便を探して日本へ直接帰国をする。もしくは、当外国で米国ビザ申請をすることになります。もしくは、次回の米国旅行時の入国拒否に陥ることになるのかもしれません。まあ、次元爆弾とも言えるんですかね。このビザ免除における滞在期間。はい、ぜひね、注意をしていきましょう。 続きまして、リラーさんからのお便りです。以前アメリカでルームメイトがエスタで短期留学をしていて、日本に帰ってからまたアメリカに戻った時に、 前回オーバーステイをしていたからと止められたらしく、しかもそれがアメリカではギリギリ90日だったけれども、日本では時差の関係なのかな日本では1日進むから、日本到着の時点でオーバーステイという解釈になったんだとか、詳細は忘れてしまいましたが、彼女曰く、彼女はナースだったので、それが分かったら問題なく入国ができたらしいです。その後また戻ってきた時はもうエスタを取ることができないので、B ビザ、ま、観光ビザ、 ザを取ってきてきいました彼女は留学の際エージェントを利用し、えー、使用しており、えー、彼らが全て手配をしてくれていたとのことでまさかという感じでしたやはりギリギリで取ると思わぬ出来事に、えー、陥るということリスキーですよね。 うん、え忍者さんからのご返信も紹介していきましょう。オーバーステイについての認識が少ない人が多いことは事実です。滞在期間ギリギリで設定するのはとてもリスクが大きい。 多くの人は病気になったとか、飛行機が欠航になっただとかの理由があれば、オーバーステイを許してもらえると思っている事実に驚いたことがあります。オーバーステイは罰金のみで済む国もありますが、記録に残りますから、その後の入国がスムーズにできるとは限りません。まあ、確かになぁ。うーん。 でこの厳しいルールなんですけれども、あの、リダーさんからのね、お便りちょっとこ僕も気になりました。あの、あくまでもアメリカを出国するタイミングで90日をオーバーしてなければ、まあ、OK なのかなと思うんですけど、 例えばね、この航空券だとかを見たときに、到着の時間が、あの、プラス1日とかね、経由便だとプラス2日とかって書いてあって、日付がずれちゃうようなね、見方も、あの、まあ、あくまでも到着時間では見えてしまうかもしれない。これスタッフさんによって、なんか変な解釈をするということが、まあ、あるのかもしれませんね。チェックインカウンターだとかね、エアライン関係の方であったり、まあ、いずれにせよ、ギリギリの予定は、やっぱりリスクがあるということですよね。 はい、えー、さて、この話は続きましてですね、AS さんよりいただいたコメントも、これもちょっと興味深いなということで、シンガポール在住者の方よりいただいております。この国でオーバーステイは絶対ダメみたいです。怖い国です。オートバーンさんより、えー、ご返信をいただいています。先日、過去動画で知りました。シンガポールはオーバーステイだけで、夢中地形だそうです。本当かいなということで、ちょっとね、これ調べてみたんですけど、確かに、 こういう事例ありますね。えー、ウィークリー・ M ムタウン。これ、マレーシアのメディアなんですけれども、シンガポールに不法滞在。えー、これが発覚して、鞭打ち系というですね、実際こんな報道が。 ありました。2022年の6月なんですけども、シンガポール不法滞在。6年間のね、不法滞在だから、まあ、これはちょっと悪意があるなということで、まあ、数日、まあ、ちょっとずれちゃったとか、そまあ、それとは、あの、レベル感は全く違うかと思いますけども、ただ、この不法滞在によってですね、オーバーステイによって、 無打ち刑になったという事例はありましたね。シンガポールに合計で2394日間の不法滞在、オーバーステイをしていたマレーシア人男性40歳に14ヶ月の禁庫と3回の無打ちの刑が言い渡された。6年を超える不法滞在をしていたこの男は、家屋の家賃に関わる詐欺で昨年の10月に逮捕。 そしてシンガポールに居座っていたことが発覚したというと、まあちょっといくつかの罪が重なっていれど、まあこのオーバーステイがきっかけによってですね、まあ確かに無中地形という、これ、あの、だいぶあの、厳しいらしいですよね。失神したりだとか。 あの耐えられない耐えかねるほどの痛さとね聞きますけれども最近もあの日本人男性あれだよね無中知見になってあのシンガポールの中で強姦をしたなんていうことでねえ問題になりましたけれどもまあこういったニュースがありました、うん、えさてこのね恐ろしいオーバーステイの話なんですが実際に体験談入って いますね中国でオーバーステイになった方から直接のお便りをいただいています。アイスさんからのコメントですね。はじめまして、コロナの初期からの視聴者です。いつも有益情報ありがとうございます。早速ですが、11月12日の動画で中国のビザ免除措置で入国をし、翌日までに出国できなかったらどうなるのかという話、これありましたね、先日の,あのライブ配信あ、ニュース動画だったかな。 そうそう、あの、やったんですけども、えー、それに関連したお便りをいただいています。8月の29日、バンコクから上海、えー、翌30日に上海から日本への経由便ですね、えー、その航空券で帰国をし,、えー、しました。中国東方航空です。タイにいる時から台風が来ていることを把握しておりましたので、上海に着いた時に中国の入国審査官にそのことを話をしましてですね、 まあ便がもしかしたら台風の影響で遅れてしまうのかもしれない24時間ではなくて144時間の滞在許可をくれないかと。 お願いをししてみましたコロナが始まって以降はですね中国のビザ免除が停止してずっと今に至るんですよねそれでね経由便を使うケースにおいたトランジットビザ免除ということでね、まあ、24時間から144時間ちょっといろんなパターンあるんですけれども、まあ、こんなねやりとりあったようですえその審査官の方もそういうケースは初めてだったらしく上司を呼んで、えー、呼んでくれていろいろ協議をした結果29日のホテルしか 予約ができていないなんんだから144時間の許可は出せませまとえもし日本行きが欠航になったとしても航空会社の証明書があれば罰せられることはないから安心してくださいとえ終始笑顔で対応してくださいました。 入国をしてホテルに着いてからフライト情報をチェックしたところ、乗る予定の便は欠航になっていたんです。えー、ここで一つね、メモなんですけど、中国のトランジットビザ免除のレギュレーションですね。これ補足です。24時間の、えー、パターンがあるんですが、こっちの方がですね、手続きが 簡単みたいですね。簡素な手続きで OK、えー。空港内での乗り継ぎに適している24時間トランジットビザ免除。えー、一方のですね、72時間だとか144時間だとか、長めのですね、滞在が可能なあものがあるんですが、こちらに関しては、滞在先の情報提供ですとか、あと行動範囲に制限があるということで、 まあ、観光目的で限られた場所に立ち寄るよと、えー、それの事前の申請をして、まあ、その通りに行動する、えー。こういったですね、短期の滞在に適しているやり方はあるんですけども、あの、手続きの内容が違うもんだから、ちょっとこのあたりややこしいんですよ。あの、理解をねあの、きちんとするのが大変だなというふうに、まあ僕はちょっと感じました。 さて、愛さんからのお便りはこのように続きますね。この台風の影響で、瓶、まあの欠航がもう決まってしまいましたから、まあ、対処しないといけないと。え翌朝、空港に戻り、航空会社のカウンターで、瓶の振り替えと欠航の証明書をお願いしました。え次の日、31日の便はすでに満席だそうでして、まあ、9月1日の便への変更となりました。証明書についてはこちらから入国管理局へ送るから問題ないとのこと。 台風は航空会社の責任ではないのですが、ダメ元でホテルを無料で手配してくれないかと頼んでみたところ、え別の専用のカウンターに行って訪ねてみてくださいとのことで、そちらに向かいましたえ。そこの人にもホテルの話と結婚証明書のことをお願いしましたが、証明書はこちらから送るので問題ないとのこと。うんえー、で、ホテルはどうなったのこれえ。しばらくカウンターの前の椅子で待っていたら、別の方が来て、ホテルを無料で手配したから、これから向かいましょうとのこと。 そうですえそのことにその方にも結婚の証明書のお願いをしました皆さんおっしゃることは同じでこちらから直接送るから問題ないとのこと愛さんのねこれらの言動を見てわかる通りですねあのまあオーバーステイの扱いにま一応なっちゃいますから非常にですね慎重に関係者と話をしていることが伺えます念には念を入れて証明書がちゃんと入管に届くのかもこの一 ですよねまさにこの結婚証明書が命綱になってるということは伺えますえさて話はですね続いていきましてホテルに向けて車で送り届けてもらったわけですが想像をはるかに超える豪華さのリゾートホテルではないですかしかもオーシャンビューのお部屋えそのお部屋の風呂トイレだけでバンコクで泊まっていたホテルの2部屋分ぐらいはある感じでして。 これはラッキーですね。タイにいる時は、もし結婚になったとしたら、上海ガニでも食べに行こうかなと考えたりしていましたが、3食、無料の3食付きでしたので、お散歩をしたり、行き交う船を眺めたりして、これまでの貧乏旅行とは一転した休暇の延長線、優雅な2泊3日の上海滞在をされたんですね。そして9月の1日空港へ向かいます。チェックインをしました。ここでも 結婚の証明書をお願いし,してみましたが、やはりもう送ったから問題ないよと言われました。さて、出国審査がやってまいります。えなんかそんな気はしていましたが、やっぱり問題があったようで。 え、審査場と保安検査場の間のブースに1時間近く閉じ込められました。年には年を入れてね、この結婚証明書が入管にちゃんと連携してもらえるってことを何度も何度も聞いた挙句に1時間閉じ込められたことですから、やっぱりこれ恐ろしいですよね。えー、そしてそこから聞こえてくるのが、スタッフ同士の会話、出入国管理官同士のね、会話です。 その日は台風で欠航が多かっただろうということでね疑いを晴らそうとして航空会社に問い合わせたりしてくれている声なので ま、一応不安はありませんでした。アイスさんご自身は一応中国語の中級者さんだそうでしてね、えー、ラウンジでくつ,ご、えー、くつろぐ時間が減るなーだとかを考えていたら、えー、もう一人同じような状況で閉じ込められていた日本人の方がですね、その場にいらっしゃったようです。えー、同時に呼ばれて、えー、普通に出国のスタンプが押された、そのパスポートを手渡されて解放されました。いや、これ良かったですね。 その後、10月にアメリカに行くときにまた上海で一泊をして、まあ、あの、経由便だったのかな、えー。その際はオーバーステイの記録が残っていて問題になるようなことはなく、普通に出入国ができました。 航空会社の人が言っていた問題ないという点が、一時的に止められるけれど、こちらからちゃんと説明するから問題ないという、この意味であれば、あの、その通り問題なかったわけですが、いつも通りスムーズに出国ができるのか、この意味だと、問題ありだったんですね。1時間近く、まあ、その、まね、閉じ込められた待ち時間が発生したということですから、自分なりの反省として、ホテルでのんびり過ごしていた、 2泊3日の時間で航空会社のサイトから結婚証明書を自分で携帯にダウンロードしてホテルの人に印刷をお願いするなりお金はかかりますがタクシーでコンビニに行って印刷するなりえ何かしら努力の余地は残っていたはずですああそういうことねあの出国審査の時に自分でその証明書を提示できるかどうかだから送るから問題ないよという言葉を言われていただけ だったわけですよ、ねまあ、から自分で提示する、ね、書面は持っておきたいと、えー、中国のコンビニにそういうサービスがあるのか知りませんが印刷サービスねそれも含めて調べることぐらいはできたのにしていなかった点が反省に値します長くはなりましたがもし使えるようでしたらどうぞ動画のネタにしてください証拠の写真いただいたんですよ個人情報が入ってないから多分大丈夫だと思うんですけどあのアイスさんのパスポートの,この中国トランジットした時の ビザ免除ですかね。トランジットビザ、一時ビザ免除があ,ありました。8月の29日に入国をして、翌日30日はにはあのー、停留期限迎えるから出てってねという、まさに24時間の条件だったわけですけど、 結果的には出国スタンプは9月の1日に押されていますからね。えー、この分、まあ、その、の滞在期間を延ばして、えー、なんとか無事に日本にたどり着かれたということです。愛さん、お疲れ様でした。なんだかこの方ね、ラオスでクレジットカードの不正請求だとか、また別の問題もあるらしいですから。 またね、あのー、お手間でなければお便りをお寄せいただけると嬉しいなと思います。興味深いお話ね、ありがとうございました。いやー、でもね、この中国のトランジットに関するこのリスク、あのー、ね、この投稿者のアイスさんのように、誰しもがスムーズに行くとは限らないケースバイケースだということを、あの、知っておく必要はあるかと思います。ここで一つ、別の視点からですね、元旅行業のルミさんよりいただいたお便りもご紹介していきましょう。 トランジットビザ免除の件が触れられていましたが元業界人としての意識を共有しておきます、まあ、このチャンネルにはですね国をまたぐ方が多いですからちょっとね一言言わせてくれということです基本的にトランジットビザ免除というのは本来であればビザが必要な国からの渡航者に向けて行われる臨時的な措置になりますのでもともとアライバルビザ制度が存在する国以外では現地で,現地でビザ発見はされないというのが 私の認識です当然ながらビザ免除は延長されませんもし延長されるとすればそれは温情措置であって正規のルール外の対応だと思いますそもそもビザ免除そのものが特例措置ではありますからなので船であれ飛行機であれそもそもトランジットビザ免除をギリギリまで滞在するのにはリスクがあります 不可抗力であれ、オーバーすれば収容されても文句を言う資格はないというのが本来です。船であればその中にいればいいのですが、飛行機だとそうもいかずで恐ろしいですよね。えただ、現実として日本国籍保有者はほとんどの国でビザがいらないので、そのようなリスクを想定することに慣れてはいない。 えー、実際ね、えー、自分が陥ってしまったとしたらびっくりするんだと思います私が個人で旅行する場合なら時間にゆとりを持って行きますし、えー、ギリギリを想定するならばビザを取ってから、まあ、行きますでしょうかね、えー、ちなみに中国内地の144時間のビザ免除というのは行動範囲が限定されますそれを超えると即、えー、範囲内に戻れと命じられ、えー、大変な思いをします24時間以内に え、許可範囲に戻れと命じられた案件を、他のユーチューバーさん、旅行者の YouTube チャンネルで共有をされていたなんてことがね、あるみたいです。でですね、これ直近で動きがどうやら出てくる。 来るのかな中国のビザ免除措置は実は再開がもう間もなく行われるこんな情報が入ってまいりました11月16日付日テレニュースからご紹介ですね中国政府日本人の短期滞在ビザ免除再開検討かということですね。 中国政府がこれを再開する方針で検討することでしていることが明らかになった。中国国営の旅行会社の幹部らによりますと、中国政府がコロナ禍以降停止している日本人の短期滞在ビザの免除措置について、今月中、11月中にも再開する方向で検討していることが、 当局側から通知されたということですねいやこの報道がね本当であればいや高い角度でもう間もなく中国行き、えー、ビザ免除ですねこれオープンになろうかと思います。あ何年ですか ?2020 年の春先から止まってたから丸4年と。 半年ぐらいかないやー、長かったですよね。えー、止まっていたビザ免除措置なんですけれども、いよいよ再開になりますでしょうか。まあ、これね、正式発表の、まあ、事前の、まあ、リーク記事みたいな感じになってますから、まあ、実際のですね、発表を待ちたいところではありますが、いよいよこのあたりが動いていくと。そうなれば、トランジットビザのね、今ご紹介したようなルールに、あの、ね、左右されることなく、あの、経由便っていうのが選択できますから、まあ、それはそれでね、ウェルカムな、 お話だと思いますけれどもまた投稿情勢が変わっていくということで最後ですね最新動向も付け加えをさせてもらいました。 さて、今日のお話、まとめをしてまいりましょう。万が一のオーバーステイ発覚というね、想像もしたくない事態ではありますが、えー、入国管理のブラックリスト入りになってですね、再入国ができないというケースがありえますので、えー、ぜひお気をつけですね、シンガポールみたいなですね、罰金だけじゃなくて、無中地刑なんていうね、まあ、これはちょっと他の罪も重なってという状況もありますけれども、オーバーステイがきっかけで、まあ、確かに無中地刑というのもね、ありましたから恐ろしいわけ ですよビザ免除期間ギリギリの滞在リスクありますのでえ特にトランジットビザですね、えー、時間が限定的でございます、えー、注意をしてまいりましょうこの年末ですとかこの年明けにですねあのこの1年よく頑張ったと今回長めに渡航先の国で滞在しようじゃないか でその国に向かうためのね、えー、乗り継ぎ地で、まあ、ちょっと入国をしようじゃないかといった時に、国によって様々ルールが異なりますので、このあたりはですね、改めて注意をしながら、皆さんね、統合計画を組まれてみてください。あの、これを見てくださってるですね、皆さんの無事を祈りつつ、本日の動画、 お届けをさせてもらいました。日本旅券におけるうっかりミスでペナルティということでね、ビザ免除で渡航できる国が多いからこそよく注意をしていきましょうというお話。今日の情報が役立った、興味深かったなという方はチャンネル登録をしてまた次回の動画でお会いしましょう。大好きでした。